ラウチンでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、最強ユニークスキルランキングをやっていきます。結構な数のスキルがあるんですけども、その中で10個厳選してみました。1位から10位まで発表していきます。それでは、いきますね。このランキングには個人的な意見が入っておりますので、ご了承ください。最強ユニークスキルランキング第10位からいきます。第10位はアリオクの復讐代行ですね。ものすごく強いんですよ。最大倍率 2.1 倍まで火力を出すことができるんだけども、これはねデメリットが結構でかい。まあデメリットがあるからこその倍率なんでしょうけども、ちょっと使いにくいんですけども、まあ割り切ってしまえばものすごく強いですね。第10位は復讐代行です。続いて第9位に行きましょう。第9位はブリトラなどが持ってます狂乱の宴ですね。マガツキスキルを使ってる間、多段攻撃の命中率と最大ヒット数が上昇します。命中率はどれぐらい上がるかはわかんないんですけども、ヒット数が、0から1回増えるっていうやつですね。確実に増えるわけではなくって、たまに1回増えるよっていうやつです。これね、確実に増えないっていうところがちょっと残念。まあ乱舞と一緒に使うっていうのがセオリーなんでしょうね。それでは第8位に行きましょう。第8位はロアのユニークスキル、禁じられた言葉ですね。異常状態及び瀕死の負荷率が増加するスキルとなっております。この増加率が結構あるらしく、瀕死のスキルとかがバシバシ決まっていきます。まあ瀕死系のスキルとしては、この禁じられた言葉必須なんでしょうね。ただしボス戦ではあんまり使わないかなっていうところで第8位です。最強ユニークスキルランキング第7位。7位は光竜のユニークスキル、輝きの竜輪ですね。マガツキスキルの効果中、味方は味方の攻撃のヒット数が多いほど与えるダメージが上昇します。まあ、とにかくヒット数の多い技を使えば使うほど攻撃力がゴリゴリ上がっていきます。ただし中途半端なヒット数ではそんなにダメージが上がりませんので、まあキャラクターを選ぶっていうスキルになりますね。そして使うキャラクターが多いので、育成がちょっと面倒ですよね。第7位は輝きの竜輪です。続いて第6位。6位はまさかどのスキル、ヒヒイロカネですね。自身にかかってる効果の種類が多いほど自身の攻撃のクリティカル率とクリティカルダメージが上昇します。バフを入れるだけで火力が上がりますので、結構発動させやすいですよね。そしてダメージの上昇率が結構高いので、やはりまさかどのヒヒイロカネは強い。第6位です。第5位。5位はザントマンなどが持ってます悪夢継続ですね。自身が睡眠状態の対象を攻撃しても睡眠が解除されないですね。そんなに強そうなユニークスキルに見えないんですけども、実はこれがむちゃくちゃ強いんですよ。睡眠状態の敵を攻撃するとダメージが上がる成仏剣、これの倍率が半端ない。3.4 倍火力が上がるらしいですね。これがとにかく強いのでボスをバシ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 叩いて完封することができます。もうほんと睡眠で敵が動けなくなるんでめちゃくちゃいいんですよね。まあロアがちょっと必要にはなるんですけどね。第5位はザントマンなどが持ってます悪夢継続です。第4位です。第4位はマタドールとアバドンが持ってます一撃必殺ですね。これがとにかく強いんですよ。やぶさめショットを打つだけで、敵が溶けていく。まあロアが必要にはなるんですけども、もうほんと雑魚戦ではマタドールとアバドン、これがね無双すぎる。もうほんと瀕死にする確率が高すぎるんですよね。これはかなり異常だと思います。第4位はマタドールかアバドンが持ってます一撃必殺です。それではここからトップ3の発表です。第3位、ベルゼブブのユニークスキル、ビヨンデッタ
ですね。アクティブに大天使、女神、鬼女、守護神がいないとき、自身の使う能力低下効果が2段階になります。ランダマイザーが最強のデバフになるんですよね。もう一気に全ての能力を最低まで下げることができますので、これはもうどこでも使えます。第3位はベルゼブブのビヨンデッタです。続いて第2位。第2位はこの花咲夜のユニークスキル、繁栄の契約ですね。自身の全能力が上昇している状態だと、使用した回復スキルの HP 及び MP 回復量が大幅に増加します。これ本当に大幅に増加するんですよね。MP って結構重要なので、この花咲夜、長期戦にものすごく向いてますし、専用スキルのこの花の栄え、これとの相性が抜群なんですよ。HP が小回復って書いてあるんですけども、このユニークスキルによって、4、500回復するので、もう回復はこのスキルのみで OK ですね。これは絶対に使えます。第2位は、この花咲夜の繁栄の契約です。ここから少し番外編となります。マガツヒスキルもたくさんありますけども、1位から3位発表したいと思います。第3位は、ブリトラたちが持ってます、乱舞です。2位は、誰でも使える会心ですね。これ無難に強い。第1位、1位はダントツで自在ですね。これ初めて見たとき、全く使えないやつだろうと思ってたんですけども、このチェンジとパスの消費がゼロになる、あんな使い方があるとは、これ本当に強いですね。それでは第1位です。第1位は、これはもうダントツです。ダントツ1位。アラハバキのユニークスキル、客人艦隊ですね。アクティブにいる間、召喚された味方の補助状態を自身と同じにする、です。自在を使ったアラハバキがもうこれとにかく最強なんですよ。最強のデバフになるし、最強のバフにもなる、そして最強のアタッカーも作れるっていうことで、もうこれね、なくてはならない存在だと思います。まあ、これを使っちゃうと、ちょっとぬるゲーになるっていうところはあるんですけども、まあ、間違いなく1位でしょう。アラハバキの客人艦隊です。はい、ということで今日は最強ユニークスキルランキングでした。このランキングには個人的な意見が入っておりますので、ご了承ください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。